E233 系電車は東日本旅客鉄道の直流一般系電車。2007年鉄道優の回ローレル賞受賞者。1999年度から首都圏に大量投入された E231 系車両をさらに進化、発展させた JR 東日本を代表する主力車両として開発された。そのため E231 系によって置き換えられなかった。 通勤型車両の201系、203系、205系、209系、近郊型車両の211系の置き換え用として、主に製造されている。製造企業は、東急車両製造、川崎重工業と、JR 東日本の自社生産工場である、ニーツ車両製作所である。後継として2015年に E235 系が山手線に投入された。 本系列は、それぞれの線区に合わせた番台が投入されている。本系列は、JR 東日本のユーザーアンケートを反映し、さらに車両の信頼性を向上させて、輸送障害を防ぐため、従来の同社の通勤系、近郊系車両と比べると、全体的にゆとりを持たせた設計として、利用者が快適に乗車できるように配慮されている。開発にあたっては、 車両の信頼性向上と乗客へのさらなるサービス向上を目指し、以下の項目を基本コンセプトとした。故障に強い車両陣に優しい車両情報案内や、車両性能の向上車体強度の向上基本的な、車体構造は E231 系や E531 系などと、同様の軽量ステンレス製車体であるが、本系列では2005年に発生した JR。 福知山線脱線事故を踏まえ、新たに側面衝突事故時における安全対策を強化している。側面衝突事故対策として、大枠の側両部材を2種類の部材から厚みのある部材へ統一し、側構え体では、戸袋部分の強度向上のために、出入り口柱部材を厚みのあるものにし、合わせて補強板を追加している。屋根構え体では、 屋根水木材の板厚増加と、たるき部材の本数を追加している。また、従来は大枠、側構え体2面、妻構え体2面、屋根構え体の6面体を組み上げた、再、角構え体面に配置される骨組み部材位置は、バラバラであり、骨組み部材は一致した構造ではなかったが、本系列では、組み立て後に角構え体面間の骨組み部材位置を一致させることで、 車体の骨組みがリング状となるリング構造を採用した。構造上、空調装置取付部を除き、リング構造は各社13箇所設けられた。合わせて各構え体の接合部分では、構え体間の結合部品の大型化や溶接強度の向上などを実施している。結果として E231 系と比較した、静止強度は側面強度が約10%、 大枠及び屋根強度が約30%向上している。前頭部は踏切事故時における安全対策から E217 系以降の均衡タイプで採用した衝撃吸収構造を通勤タイプにも取り入れた。これは全面ガラス下部付近に衝撃吸収用アルミハニカムを配置し、乗務員室扉付近は 意図的に壊れやすくしたクラッシャブルゾーンとすることで衝突事故が発生した際に加わる衝撃をある程度吸収させる。一方運転士の着席位置周辺及び客室部はサバイバルゾーンとして強固な構造としている。これにより万が一の大型トラックなどとの衝突事故が発生した際、車体の変形を抑えることで乗務員と乗客を保護する構造である。 戦闘車の後くらい側の連結機には、衝撃吸収干渉機付きの半永久連結機を装備しており、後くらい側の車両への衝撃を軽減している。車体幅は混雑緩和のため、2950mm 拡幅車体を採用しているほか、床面高さを 1130mm として E231 系よりもさらに、ホームとの段差を減少させた。 普通車の客用ドア配置はすべて片側4箇所である。全小棟は HID 棟とし、微棟とともに窓状に設置した。JR 東日本ではこれまでの車両について側面の客用、ドア外側にカラー体を配していなかったが、本系列では線区に合わせた色の帯を配した。E231 系の2002年以降製造車では、 社外スピーカーの設置準備工事が行われていたが、本系列では製造当初より社外スピーカーが設置された。これは e 5 3 1系で採用されたものと同一であり、東洋メディアリンクス製の発射メロディも鳴る仕組みになっている。これにより発射メロディなどを導入していない駅でメロディを流すことが可能となった。メロディ終了後には扉が閉まります。 駆け込み乗車はおやめくださいの乗降促進放送が流れる。なお、半自動扉区間では、車内および車外スピーカーで乗り降りの際には、ボタンを押してください。ドアを閉める際には、後ろのお客様にご注意ください。と、アナウンスされる。行き先表示器には、JR 東日本の営業用車両としては初めて、フルカラー LED 式を採用し、 視認性の大幅な向上を図った。車体側面の表示器は二段表示も可能であり、優等列車の始発駅では下段に、前停車駅をスクロールで、途中駅では、自停車駅を表示させる。また、日本国有鉄道から継承した車両や、従来の JR 東日本の通勤、近郊軽車両は、普通列車の場合、車体側面表示器での種別表示を省略していたが、 本系列では JR 東日本で初めて本格的に普通列車の場合でも普通と種別名を表示するようになった。普通表示時の背景色は配置運用される特定路線のラインカラーに準拠して各番台で異なる。番台別の背景色は以下の通りである。なお、5000番台は種別表示を上段、形容線、下段、種別都市、201系、 205系の幕式、側面表示器に引き続き武蔵野線との五条防止や、内房線、外房線内からの総武線経由の電車との五条防止を促している。運転席衝撃吸収構造の採用のため、乗務員室内はスペースが広く確保されている。踏切事故対策として、運転台筐体や運転手用の座席を E231 通勤タイプよりも185、 ミリメートル高くした高い床構造を採用しており、前方視認性の向上を図っている。軽基板は、軽器類、表示灯を配置、これらを3枚の液晶モニターに表示する、グラスコックピット構造である。主管制御器は、左手操作式のワンハンドルマスコンである。前面ガラスのワイパーは常用の日本式に加えて、補助ワイパーを設置し、故障時には、 切り替えることで補助ワイパーを使用する。乗務員室背面仕切り部は、運転席背後を非常休室口とし、中央に車高膜付きの大窓、右端に仕切り扉窓を設置する。客室内装は、ユニバーサルデザインの採用や、バリアフリーの向上、快適性の向上を目指したものとした。車内は、モダンで温かみのある、カラーデザインとした。内装の偽装工法は、 e 2 3 1系や e 5 3 1系までの偽装方法とは異なり、車両製造会社を問わず、パネル式に統一された。ただし、川崎重工業製の e 2 3 1系や e 5 3 1系までの車両で見られたパネルをつなぎ止める。天井部のネジは、本系列では、外側からは見えない工法になっている。内装のカラーリングは白色を。 ベースカラーにし、床式物は茶色系の砂目が入りとした。座席モケットの色柄は路線によって異なるものである。座席構造は209系以来の型持ち式バケット構造であるが、一人当たりの座席幅が E531 系と同一の 460mm に拡幅され、座席自体も座布団の厚みをアップさせたほか、クッション材に S バネの入った 柔らかいものに改良された。客用ドアの客室側は、車両間の貫通扉を含めて、従来の JR 東日本の通勤、近郊系電車の標準であったステンレス無地から白色化粧板仕上げとされた。客用ドアの窓ガラスは、結露対策として四隅が角張った服装構造を採用した。このドアの塗先部と、出入り口部の床面には、黄色の警戒色を配置、 目立たせている。この他、ドアの開閉に合わせて、ドアチャイムの明動とドア開閉表示等の点滅機能を装備する。ドアエンジンは2種類あり、0番台と1000番台と8000番台はスクリュージック駆動式、2000番台から7000番台はリニアモーター駆動式である。各番台区分とも片側4扉のうち3扉を締め切ることができる。3 4平機能スイッチを設置しているほか、0番台と3000番台については、車内外のドアスイッチを乗客が操作することで、開閉を行う、半自動機能を有する。車両間の貫通扉は、E231 系では2両から3両に1箇所程度の設置であったが、本系列では、各車両の両端部の設置に増設され、扉は、傾斜式個定機構を採用した。 袖仕切り部や座席間の握り棒は使いやすさを向上させるため、通路側にせり出した緩やかな曲線上で装着されており、立っている乗客や座っていた乗客が立ちやすいように配慮した形状とした。座席上部にある荷棚はアルミ製の板状のものに、吊り革は黒色の二等辺三角形状のもので、これらは e 5 3 1系で初採用されていたものである。 側窓ガラスはいずれも UVIR をカットする熱線吸収ガラスを使用し、カーテンの設置は省略している。窓ガラスは、車端部は固定窓だが、各ドア間の大窓は、非常時の換気を考慮して、加工窓と固定窓の組み合わせとなっている。本系列の優先席部は、一般席との区分を明確にするため、壁面をクリーム色に、床材を赤色格子模様とした。 従来の車両と同じく座席表地を赤系の斜めストライプとし、釣り革はオレンジ色品、握り棒は黄色のラバー仕上げとした。さらに、優先席を含む両車端部の3人掛け座席部は、荷棚と釣り革高さを 50mm 低くした。また、各バンダ大区分とも編成中の一部車両は、すべての荷棚と釣り革を優先席と同じ 50mm 低くした仕様を、 採用した。冷房装置は、集中式の AU726 型で、出力は5 8 1 4ットを各車両に搭載する。車内の周期対策として、JR 東日本の一般系電車で空気清浄機を初めて搭載しており、囚人機能と脱臭機能がある。なお、空気清浄機は JR、私鉄の多数の形式にも追加で搭載された。 山手線用の E231K500 番台と同様に自動放送装置や車内の各客用ドア上部に液晶ディスプレイ2機を用いた車内案内表示装置を設置している。自動放送搭載で急停車時に急停車します。ご注意ください。アテンションプリーズザイマージェンシーブレイクスハブビーンアプライドと注意を喚起する放送もある。 平日のラッシュ時間帯及び終電時間帯には乗り換え案内などが自動で省略される。車両の性能も改良を加えた。また、故障や事故などに備えて同一機器を2機以上搭載したり、二重化を施し、1万1片方が故障しても自力走行ができるように、他の鉄道事業者でも一般的となりつつある二重化設計思想が JR 東日本の車両として、 初めて採用された。本系列においても E231 系で採用した情報制御装置 TIMS を採用しているが、システムは伝送速度の向上や二重計画を図ったものへと改良しており E231 系と同じく運転台からの立行、またはブレーキ指令は TIMS を介して VVVF インバータ制御装置やブレーキ制御装置へ伝えられている。 主制御機は、イベット素子を使用した2レベル VVVF インバータ、制御方式である。装置の形式は SC85 で、三菱電気製、または東洋電気製造製であり、質量は 828kg となっている。電動機制御は 1C4M に軍工製で、主電動機は、出力 140kW の MT75 型を採用した。歯車比は、 E531 系と同一の位置、6.06で、ある。軌道加速度は、時速 2.3km、S、時速 2.5km、S、時速 3.0km、S が、選択可能で、それぞれの運用路線に応じて設定される。ただし、2000番台は、地下鉄線内の協定から時速 3.3km、S とやや高めに設定されている。 補助電源装置は、イベット素子を使用した、静止系インバータとし、形式は SC86 となっており、質量は 1545kg、出力電圧は3小、交流 440V、電源容量は2 6 9バと大容量を誇る。ただし、2000番台、6000番台、7000番台は、東洋電気製造製で、形式は SC91 である。 この静止系インバータは、制御回路等を2台有する、大気二重系のシステムを採用しており、片方の系統に故障が発生した場合、もう片方の系統が機能することで、冗長化が図られるものである。空気圧縮機は、E531 系で新規開発された、スクリュー式のナブディスコ社製、MHz3124C1600SN3 形式を採用している。 終電装置はシングルアーム式の PS33D 型パンタグラフであるが常時使用しているパンタグラフの他に編成で1台は予備のパンタグラフを搭載している。万が一、常用のパンタグラフがすべて使用不能の場合にも1ユニットが使用できるようにされている。ブレーキ制御は改正ブレーキ併用の電気指令式空気ブレーキで常用ブレーキはティムズを介した。 編成単位でのブレーキ制御を行う。このほか、直通予備ブレーキ、降雪時に使用する、大雪ブレーキ、0番台、三千0 0番台、六千0 0番台、七千0 0番台のみ、高バイク間用のそもそも速ブレーキを有する。台車は、ボルスタレス台車を使用しており、軸箱支持装置は二百九系以来の軸量式を採用している。これは番台による相違はなくすべてにおいて、 同一仕様である。制御車と付随車が、付随台車の t r 2 5 5系及び TR255A 型、電動車が動力台車の DT71 型を装着する。基礎ブレーキは、動力台車がユニットの踏み面片押し式、付随台車がユニットの踏み面片押し式と車軸に装備されたディスクブレーキによる併用である。最高速度が、 時速 120km であることから、通勤タイプでは、溶断波は省略したが、軸、バネオイル断波を装備して、縦方向の揺れであるピッチングを干渉している。ただし、3000番台では全車両に溶断波を装着している。京浜東北線を走行する E233 系とその他形式の消費電力量を示す。文献では、 E233 系は209系に対し、M 社比率向上及び改正時の粘着性能改善などにより、改正電力量が約74%増加したが、MT 比と編成質量の増大で、立候電力量も約31%増加し、全体で209系より約10%消費電力量が増加したことを指摘している。列車無線は、 デジタル無線の導入時期であったため無線アンテナは、先頭大箱くらい、屋根状に2本設置され、2本のうちの受信状態の良い、アンテナからの入力を選択する方式の、ダイバーシティ対応となっている。また、2000番内では、7号車の床下と各車端に、東京地下鉄用の誘導無線用アンテナと、先頭車の屋根状に、小田急線乗り入れのための逆 L 字型の無線アンテナが、 設置されている。3000番台以外に、標準装備されている、客室用の側扉上部の LCD 式の車内、案内表示装置のコンテンツの更新においては、0番台のミリ波方式から1000番台の無線乱方式を経て5000番台以降は、データ専用のワイマ m a x 無線を採用しており、専用のアンテナ奥百232の後くらい、屋根状に2本設置して、 ダイバーシティ対応により随時更新が可能となっている。中央線快速電車使用の例番台中央線快速電車、中央本線、大目線、五日市線向けの車両で、すべての編成が豊田車両センターに配置されている。中央線快速電車、中央本線の運用を基本とする重量単独の固定編成43本と6プラス4両の分割編成17本。 大目線、五日市線の運用を基本とする6両編成10本と4両、編成8本がある。車体の帯には、国鉄101系から続く中央線快速電車、伝統のオレンジバーミリオンが継承されている。中央線快速電車の場合、列車種別が6種類と他の路線に比べて多く、車内案内表示器右側の液晶画面に表示される、停車駅案内は、 立川伊勢における再延直通先である大月駅、奥多摩駅、武蔵五日市駅、駒川駅、そして富士急行線川口湖駅まで中央線快速電車の路線色であるオレンジ色のラインで描かれており201系時代の停車駅案内より枝分かれが多くなっている当初はこれを2画面に分けて表示していた後に東京駅 高尾駅間発着の場合は1画面表示、中央本線を月方面や大目線系統に乗り入れる場合は2画面表示に改められた。また、快速運用時に201系では種別は表示していなかったが、本系列ではオレンジ色の背景に白文字で表示されるようになった。表示されるのは、上り線の全区間と下り線の快速運転区間のみで、 これ以外の区間では、列車の行き先と次の停車駅が表示されている。また、中央特会、合目特海、通勤快速の下り列車はこれらが、各駅停車になる立川駅で、すべて蒸気と同じようになるが、種別表示を出したまま運転する場合がある。早朝、深夜に運転されていた、各駅停車も、観光線を走行する三鷹駅までは、種別を表示し、 三鷹駅到着時に種別表示を消していた。各駅停車の種別表示は観光船を経由する列車のみが対象となっていたため、立川発、大月港や高尾発武蔵小金井行といった伏線区間のみを運行する列車は全区間種別無表示である。上り東京行電車では各駅停車から通勤徳、下位までのいずれの種別も終点まで、 通過駅のないお茶の水駅東京駅間で種別表示を消している場合がある。なお、東京駅発着の中央線各駅停車は2020年3月ダイヤ改正で廃止された。客用ドアは中央本線相模湖駅、大月駅間、大梅線大梅駅奥多摩駅間、五日市線、八甲線の陶器の室内保温を目的として半自動扱いが採用されたほか、 各車両のドア1箇所を除いて締め切ることが可能な3、4閉機能スイッチも設置されている。また富士急行線火星駅ではホーム有効長の関係で4両編成の最後尾1両はドアカットとなるため4両編成はこれらの機能を有する。なお、半自動ドア扱いで運転される場合はドアスイッチのランプが点灯している時にドアを開閉することができるほか 液晶画面にその旨が表示される。半自動ドア扱いは、八甲線は乗り入れ当初から、中央本線相模湖駅、大月駅間と富士急行線は2008年1月4日より、大梅線大梅駅奥多摩駅間と五日市線では2008年3月15日より、立川駅大梅駅間では2011年7月23日より、開始した。この例番内では、 車内の座席モケットは赤茶色系の濃淡柄である。座席背もたれの柄は情報の歴史を表現したもので、テレックス、マイナスバーコード、QR コードのパターンを採用した。重量編成時に1.10号車となる、区配232系、E233 型の例番台に、車椅子スペースを設置し、分割時の6.7号車となる、区配232系、 E233 型の500番台には設置していない。本番台区分では女性専用車両となる1号車のすべての荷棚と吊り革の高さを優先席と同じタイプの 50mm 低くした。201系の先頭車全面中央にあった列車種別表示器は本系列では装備していないが、中央線快速電車で運用される本番台ではそれを踏襲して、 全面の行き先表示器には列車種別行き先の表示のほかに枠全体に列車種別が表示されるようになっている。なお、前述の種別表示が消える区間では列車種別のみの表示はされない。2 0 1系、同様、0番台では行き先表示器に路線名表示は行わない。大梅線、五日市線、八高線、富士急行線での連結、切り離しの関係で、 2 0 1系と同一の重量単独の固定編成と分割可能な6プラス4両編成の2種類の重量編成で製造されている。6プラス4両編成の場合、中央線快速電車運用の2 0 1系では東京型に4両編成を連結していたが、本系列では高尾型に4両編成を連結する。高頻度運転を行う中央線快速電車の性格から、 MT 比は E231 系の基本構成となっている 4M6T から 6M4T として加減速性能を向上させ従来の201系より数分ほど所要時間を短縮させた H58 編成は当初青658編成、青458編成として製造されたが2008年4月1日に H 編成に編入された また H 編成の最後となる H59 編成は、大目線運用の余剰のため、2015年5月2日に、青659編成、青459編成から H59 編成に編入された。2017年には、青600番台編成1本が、改造工事の上で8500番台となり、8000番台が営業運転を行っている。 南部線に転用されている。2020年6月には T71 編成が製造され、約12年ぶりに霊番台が増備される形となった。既存の霊番台とほぼ同仕様で製造され、クリーン車組み込み準備はされていない。客室内の各ドアの上部に設置されている液晶ディスプレイは既存編成に合わせて、重要比率4、3の15インチ画面となっている。 また、防犯カメラは、カモイブへの設置ではなく、蛍光灯横への設置となっている。編成構成その他東京駅八王子駅間の営業最高速度は、信号設備などの関係により、時速 95km だったが、201K から本系列への置き換え完了後、高架化が完了した2013年3月16日以降は、時速 100km に向上した。 本番台で最初に、東急車両製造で落成した H43 編成は、2006年9月21日に、逗子駅から豊田電車区まで公式市運転を兼ねて、自力改装された。この編成は、同年11月11日の豊田電車区40周年、記念イベントに展示車両として、初めて一般公開された後、翌12月2日に試乗会を開催して、 八王子駅相模湖駅間を運転した。出場後中央線快速電車内での試運転を開始し、同月26日のトヨタ5時10分発上り各駅、停車等協業から営業運転を開始した。2007年9月からは大目線、五日市線向けの車両も落成し、同年11月5日から営業運転を開始した。なお、 両線向けの車両の編成番号は6両編成が、青600番台が、4両編成は、青400番台が付与されている。当初、6両編成が主に、立川駅武蔵五日市駅間で運用されていたが、2008年2月19日に、大梅駅などで201系から E233 系への集中的な車両交換が行われ、この時点で、立川駅大梅駅間、 大うめ奥多摩駅間とも、ほとんどが本系列に置き換えられた。なお、運用の都合で重量編成蘇生時の600番台と400番台の、かふ桁は違う場合もある。2007年11月14日に、鉄道とものカイローレル賞受賞記念ステッカーが、H52 編成の先頭車前面に貼り付けされ、立川駅で、その出発式が実施された。 青661編成は2008年9月8日に東大梅を運梅期間で起きた踏切障害に伴う脱線事故のため区配 E232 から519を除いた5両がニーズ車両製作所で大体新造された内装品などの一部は元の車体のものが再利用されているが一部1000番台に順じたマイナーチェンジが行われているまた 書類上は修理の名目となる代替心臓のため、廃車扱いにはならず、製造も元の車体と同じ川崎重工業の扱いとなっている。また、2015年8月3日には訓練のため、青665編成が E233 系列としては初めて長野に入選した。グリーン車組み込みと便所、取り付けトイレ設置が完了した。 サハイ233から5422023年度末までに中央線快速電車、中央本線の本系列で運行する全列車と、大梅線の中央線快速電車と直通運転を行う列車に、グリーン車2両が組み込まれる予定である。グリーン車は、東京寄りから4.5両目に組み込まれ、重量貫通編成は12両編成に、 分割編成の6両編成は8両編成になる。クリーン車は東京駅での折り返し時間が短いことを踏まえ、乗降の迅速化を図るため、客用扉が両開き式となる。また、クリーン車を組み込む編成は4号車にトイレを設置する工事を2018年度以降、2023年度まで順次行い、トイレ設置が完了した編成は2019年度末以降に、 トイレの使用が可能になる。当初は2020年度に導入予定であったが、12両化に伴う駅工事などに想定以上の時間がかかることが判明したため延期となった。京浜東北線、根岸線使用の旋盤番大京浜東北線、根岸線向けの車両で埼玉車両センターに配置されている。2007年度から2009年度にかけて870億円を、 投入し、重量編成83本が製造された。MT 広く M4T の重量固定編成のみが製造され、2007年12月22日から営業運転を開始した。本番台区分の投入により、車齢が若いものの機器の故障が多かった、京浜東北線、根岸線の209系は0番台の半数程度が、廃車、それ以外の0番台と500番台は、 た路線へ転用されバンダイの機能に加え、新生児より209系と同様の超音波ホーム検知装置を先頭車全端両側に装備し、保安装置を DATC に変更したほか、6号車のサファイ233型千番台の床下には非常用のはしごを新設するなど、安全性の向上が図られている。 ドアエンジンは0バンダイと同じスクリュー軸駆動式だが、半自動機能は搭載されていない。なお、3、4平機能スイッチが搭載されており、輸送障害などの長時間停車時は使用することがある。外観では、全面体が全面倉庫に配され、列車番号表示器が前面窓の右下隅に設置されている点が0、バンダイとは異なる。客室内では、各ドアの上部に設置されている。 液晶ディスプレイが、0番台や E231K500 番台などの、重要比率4、3の15インチから、16、9の17インチワイド画面に変更された。座席モケットは、路線カラーである青色をベースとした明るい色調とし、背もたれの柄は、バーコード風の長短の線を組み合わせることで、スピード感と、モダンな都会のイメージを表現した。 座面も0番バンダイに比べて改良されている。209系レバンダイで6号車に連結されていた6、扉車は当初連結する予定だったが、京浜東北線、根岸線のピーク時の混雑率が年々緩和されていること、拡幅車体による定員増加、常時着席のニーズなどの面から本系列では連結しないこととなった。また、編成両単線当車は、 すべての荷棚と釣り革の高さを優先席と同じタイプの5 0ト、mm、ル低くした。ただし2010年4月19日の女性専用車導入の際には設定位置は中間の3号車とされ両先頭車とも選ばれなかった。側面、前面の種別、行き先表示器では209系500番台と同様に路線名と行き先を交互に表示するが、 横浜大船間の根岸線内では、京浜東北線内を走行しない、磯子発大船行きも含め路線名は、京浜東北、根岸線と表示される。種別の背景色は、各駅停車がスカイブルー、快速はピンクである。また、例番内では、西行の中の異性で、快速列車では種別表示を行わないが、東番内では、北高の多摩大北。 南港の浜松町以南でも各駅停車に切り替えて表示を続ける。側面の表示器は快速の未始発駅において全停車駅を表示するが、この電車の停車駅はに止まりますと主語と術語の組み合わせが不自然で文法的に誤っている。6000番台以降では修正されている。3000番台も以前は文法的に誤っていたが、上野東京ライン開業に向けた。 旅客案内表示更新により修正された。編成構成その他、東急車両製造横浜製作所で落成した、編成は、逗子駅から、試運転という名目で、大宮駅経由で、宇都宮駅に行き、大宮総合車両センター東大宮センターに入線。後日、大崎駅隣の東京総合車両センターを経由して、山手線経由で、 南浦駅に隣接する埼玉車両センターに向かうのが慣例になっている。2007年8月30日に最初の編成が落成、試運転が続けられ、営業運転開始は同年12月22日の南浦は8時17分発、各駅停車大船行きであった。2010年1月28日にニーツ車両製作所から裏183編成が、 配給輸送されたことで、予定の83本が揃った。2013年5月より、京浜東北線、根岸線線1000番台の営業車両の一編成に、線路設備モニタリング装置を搭載した台車をつけた。線路設備モニタリング装置とは、軌道材料モニタリング装置と、軌道変異検測装置を組み合わせた装置である。2015年より、 ホームドア対応改造工事が行われたほか、全消灯の LED 化と、車内照明の LED 照明への取り替えが、進められている。2014年2月の川崎駅での、脱線横転事故のため、裏177の区配 E233-1077、サハ E233-1277 が2016年12月に、書類上除籍となり、衝突した。 工事用車両とともに JR 東日本総合研修センター内にある事故の歴史展示館に展示されている。残る8両は2018年4月下旬により東京総合車両センターで解体処分され、当編成は e 2 3 3系発の廃車となった。京浜東北線ではワンマン運転の開始が検討されており、2024年度を 目途に新型車両の投入が予定されているが、それに伴う、統計列の処遇は、明らかとなっていない。e 2 3 3系2 0 0 0番台常磐線各駅停車と乗り入れ先の東京地下鉄千代田線、小田急電鉄小田原線向けの車両で、松戸車両センターに配置。本番台区分は重量編成19本のうち、2009年度から2011年度に、 製造された的1から18編成の18本が、東急車両製造製、2016年度に製造された的19編成が、同社の鉄道車両事業を承継した、総合車両製作所横浜事業所制となっている。帯は203系、207系900番台から、エメラルドグリーンを継承。 都営地下鉄新宿線10の300系のうち3次車以降のモデルもこのバンダイである。2009年5月に1本が導入され、同年9月9日から営業運転を開始して207系900バンダイを置き換えた。その後、2010年8月から2011年9月の期間に17本が製造され、203系を置き換えた。なお、 1999年秋に導入された209系船番台は置き換え対象に入っていなかった。2017年3月に新たに1編成が追加製造された。2018年10月には併用されていた209系船番台に編成が中央線快速に転出し、本番台区分による車種統一がなされた。本番台区分では、 車両限界の狭い千代田線並びに、小田急線との直通運転用のため、雨戸井間 2790mm、基準面間 2770mm の等級、5000系などに準じた台形断面車体を採用している。さらに客用ドアの間隔は、多番台の 4940mm ではなく、私鉄車両での採用が多い 4820mm としている。 側面は、側窓上部のラインカラーは省略されている。多番大区分とは異なり、前頭部の衝撃吸収構造は採用せず、通常の前面強化構造としており、戦闘車の向かって左前面に非常用扉を設置し、非常用柱を設置する。前消灯は、窓上の HID 式ではなく、創価配置のシールドビーム灯とした。 列車番号表示機については非常用扉部に設置している。制御装置をはじめとした基本的な走行機器類は例、バンダイ、1000バンダイと同一仕様である。ただし、本バンダイ区分の補助電源装置は製造会社が東洋電気製造製とされ、SC91 型とされた。空気圧縮機は無配百232計画車に搭載され、 SIV 装置はモハイ232系2000番台と2400番台に搭載されており、モハイ233型2000番台には予備のパンタグラフを搭載している。保安装置は ATC-10 と ATS-SN 装置の2種類を搭載する。車両性能は乗り入れ協定から軌道加速度時速 3.3kmS。S 減速度時速 4.7kmS と高めに確保した。また、7号車のサハイ233型2200番台には、千代田専用の誘導無線送受信機並びにつまめん、床下に誘導無線アンテナを設置するほか、一部の編成には1000番台と同様の超音波ホーム検知装置を設置している。車内内装については0番台、1000番台に準拠したものであり、 座席表地は青色としている。車椅子スペースは千代田線車両に合わせた2号車と9号車へ設置している。特に女性専用車両となる1号車は2棚と釣りカーの高さを低くしている。また、ドア上部に設置される液晶ディスプレは他バダイは多番台とは異なり、2機ではなく1機のみの設置となっているが、左側にトレインチャンネル表示用の増設準備がされていた。 ドアエンジンは0番台や1000番台のスクリュー、軸駆動式に代わり、リニアモーター駆動式を採用した。また、運用区間に対応する自動放送装置を搭載している。落成後の変更点として、小田急線への乗り入れ改造工事が2013年度から2015年度かけて全編成に実施された。当初準備工事であった。 車内トレインチャンネル表示画面は2014年度2015年度内に全編成に取り付けが行われた。2015年度からは千代田線で使用が予定されているホームドア準備工事が長野総合車両センターで実施されている。また2018年度より車外スピーカーから流れる発車メロディが線区ごとに異なる曲に切り替わるように変更された。運用範囲は 鳥出駅、北綾瀬駅綾瀬駅及木上原駅、伊勢原駅間の常磐線各駅停車、千代田線、小田急小田原線で運用されており、江ノ島線には乗り入れない。また、当初は小田急線には入線できなかったが、2013年4月以降、小田急用の列車無線、保安装置搭載等の車両改造が行われた。2015年6月18日未明には、 小田急線よよぎ上原向ヶ丘遊園館で試運転が実施され、その後、10月1日に的7編成が小田急小田原線内にある北見県区へ改装された。10月26日から11月29日までの予定で小田急多摩線内での試運転が実施された。11月17日には的4編成による小田原線新松田までの試運転が行われた。 なお、千代田線に乗り入れる小田急の4線型に対しても、同様に3車間直通運転を行うための対応工事を実施し、2016年3月26日のダイヤ改正から JR 小田急の車両を使った3車間直通運転が開始された。直通開始当初は、多摩線、唐木田駅発着での運用もあったが、2018年3月17日の ダイヤ改正で廃止された。2019年3月16日のダイヤ改正から、綾瀬駅北綾瀬駅間の旅客列車でも運転されるようになった。2000番台で運用される列車は常磐線各駅停車、千代田線内は各駅停車、小田急線内は急行通勤準急準急各駅停車で運行されている。常磐観光線内ではこれまでの車両や、 常磐快速線の電車屋とは異なり、上下とも各駅停車の種別表示を行う。常磐線各駅停車から千代田線、小田急線に直通する列車は、代々木上原方面の場合は、綾瀬で、常磐線の種別から千代田線内止まりの場合は、青路の各駅停車、小田急線直通電車は、小田急の種別に切り替える。鳥方面の場合は、代々木上原で、 小田急線の種別から青地の各駅停車に綾瀬でエメラルドグリーン地の各駅停車に切り替える。なお、LCD 左上の種別、行き先を表示する部分の背景色や停車駅一覧は本系列の他の番台とは異なり列車種別に応じた色に変わる。当初は千代田線内から常磐線各駅停車や小田急線に直通しない列車では 千代田線内では列車種別を表示せずに行き先のみ表示していたが2018年3月17日のダイヤ改正までに青字の各駅停車を表示するように変更された列車番号表示機の表示は東西線直通用の e 2 3 1系8 0 0番台と同様に常磐線内が列車番号をすべて表示するのに対して千代田線小田急線内は 運用番号である K となり、綾瀬駅で切り替える。編成厚生近郊路線向けとして、高津車両センター、小山車両センターに所属し、東海道線、伊東線、宇都宮線、高崎線、上越線、両毛線、上野東京ライン、湘南新宿ラインで運用されている。その運用範囲は、北は、宇都宮線黒磯駅、両毛線前橋駅から、南は、 横須賀線逗子駅、伊東線伊東駅、東海道本線沼津駅までと複数の地域を通り抜ける非常に広大かつ長距離となっている。高津車両センター所属車両東海道線を走行する3000番台 E01E51 編成。JR 東日本では2007年度から鎌倉車両センター配置で横須賀線、総武快速線で運用されている。 E217 系の VVVF インバータ装置などの機器類更新工事を開始した。更新工事の施行に際して、鎌倉車両センターに配置されている予備編成が不足することから、2006年に東海道線、伊東線で運用していた113系を置き換えるために構図車両センターに転出した E217 系、基本重量付属5両編成1本を再度。 鎌倉車両センターに配置することとなったが、その補充分として製造されたのが本系列の均衡タイプとなる3000番台である。以後、2017年までの約10年間で基本編成33本、付属編成39本の計525両が製造された。2007年に等級車両製造で基本重量付属5両1本が落成し、 構図車両センターに配属された。当初は2008年3月7日より営業運転を行う予定だったが、同日に人身事故が発生したため延期となり、同年3月10日から東海道線で営業運転を開始した。その後、2010年2月に第2編成として E02 編成 E52 編成が落成した。この第二編成は2010年3月13日の ダイヤ改正における横須賀線武蔵小杉駅開業に伴って同線の増発が行われることとなり東海道線で運用してきた E217K1 編成を再度横須賀線に転用するための年出用として新たに製造された2013年3月改正より構図車両センターへ転属東海道線を走行する3000番台 E05E55 編成 2011年9月からは、東海道線で運用している211系の後継車種として、多摩地車両センターに配置が開始され、先に落成していた構図車両センター初期導入編成から編成形態が一部変更されている。これは、基本編成の6号車にもトイレ付き車両を連結するためで、新たにもイり23 232系3800番台が連結された。 車内の車端部には一般用式のトイレが設置され、反対側には枕木方向に二人掛け座席が設置されている。製造は忍一車両製作所が担当した。構図車初期編成では、6号車に補助、電源装置搭載のも入イ,イ232系3000番台を連結していたが、元田町車両センター所属車両の6号車には、汚物処理装置を搭載したため、 SIV の搭載ができなくなり、構図車初期編成と比べ一部の電動車の連結位置が変更されている。また、モハイい、e、232K3200 番台は非連結とされた。なお、付属編成は特に編成の変更はされていない。このほか、基本編成付属編成の並結運転時に、 車両間からの転落事故を防止するために10号車の区配233型3000番台には、京浜急行電鉄の新線軽電車とほぼ同様の転落防止放送装置を設置した。基本的には、構図車初期編成の続番となっているが、編成内で車両番号を統一するため、模配232系3800番台は3801.3802号車が、 結番となっている。このもと、田町社は2011年11月12日から営業運転を開始しており、その後2012年4月までに基本付属編成とも14編成を投入して211系の機械を完了させた。これらの車両は2015年3月14日に開業した上野東京ラインに向けて導入を進めたものである。なお、 2013年3月改正より、多町車両センターは廃止され、同センターに所属していた編成は、構図車両センターに転属した。2015年3月14日の、上野東京ライン開業とともに、基本編成 L01 編成、付属編成 D01 編成が、構図車両センターに転属し、基本編成 E17 編成、付属編成 E67 編成となった。 2014年度増備編成2014年12月から2015年3月にかけて付属編成が2編成増備された。当番台の製造は約2年ぶりであった。製造は総合車両製作所横浜事業所が担当した。2017年度増備編成2017年5月に付属編成 e 十三 e 十四編成が配置された。当番台の製造は 約3年ぶりであった。小山車両センター所属車両2015年3月改正より、基本的に小山車両センターへ転属。東海道線を走行する3000万台 U224 編成。2012年5月以降は、宇都宮線、高崎線系統で運用していた211系の後継車種として、高崎車両センターに配置が開始され、先に落成していた、 元田町社と同一の仕様となっている。基本編成17編成、付属編成16編成が投入され、2014年3月15日のダイヤ改正をもって、高崎車両センター所属の211系の置き換えを完了した。なお、これらの3000番内は上述の通り211系の置き換え目的で、田町社、高崎社合わせて、 基本編成が31編成、付属編成は30編成が製造された。2012年9月1日より、高崎線、上越線高崎駅から新前橋駅間、両毛線新前橋駅前橋駅間で営業運転を開始し、2013年3月16日からは、宇都宮線でも営業運転を開始した。元高崎車は、 元田町社に引き続き新地車両を製作所で製造されたが、クリーン車は東急車両製造、総合車両製作所横浜事業所に加え、川崎重工業でも製造された。2015年3月14日の上野東京ライン開業とともに、基本編成 L02 編成 L17 編成、付属編成 D02 編成 D16 編成が小山車両センターに転属し、 編成番号も、基本編成 U618U633 編成、付属編成 U218U232 編成に改められた。2014年度増備編成2014年12月から2015年3月にかけて、付属編成が3編成増備された。当番台の製造は、約2年ぶりであった。製造は、総合車両製作所横浜事業所が担当した。 使用車体の帯色は E231 系均衡タイプと同様湘南電車の伝統を引き継いだ機関色とダークグリーンのツートーンカラーを身にまとう。ただし E231 系は幕板と倉庫だけだったのに対しこちらはドアにも帯が入る。編成形態も E231 系均衡タイプに準じたもので。 基本編成となる重量編成と付属編成となる5両編成で構成される。基本編成の4.5号車には2階建てグリーン車が連結されている。普通車の客室設備については基本的に通勤タイプに準じた仕様である。また、ホーム検知センサーの取り付け準備工事がされている。普通車の座席はロングシートが基本であるが、 基本編成両端の2両と付属編成の黒磯、前橋側2両はセミクロスシートを配置している。車椅子スペースは各先頭車に配置しているほか、ロングシートの先頭車はすべての2棚と吊り革を 50mm 下げた優先席と同仕様のものとした。普通車に設置するトイレ設備は重量編成の両端先頭車と付属編成の沼津、伊藤、 寿司側先頭車の連結面側に電動車椅子対応の大型トイレを設置した。電動車椅子対応の大型トイレの出入り口の開口幅は E231 系より広い 850mm だが E531 系のような変則的なドア配置にはしていない。車内案内表示器は通勤型と異なり LED による二段式の文字スクロール表示式を ドア上部に設置している。ドアエンジンは、リニアモーター駆動式で、半自動機能と3、4平機能を有する。均衡仕様となる3000番台では2階建てグリーン車を2両、連結する。設計自体は、E231 系や E531 系で、運用されている車両に準じたものである。車両は、両端部が平屋構造となり、 車体中央部が2階建て構造となっている。座席はすべて回転式、リクライニングシートを配置している。座席は平屋部と1階部が赤紫軽色、2階部が青軽色となっている。また網棚は平屋席のみに設置されている。その他グリーン車、スイカシステムに対応させるため、各座席の天井部にはスイカをタッチするための装置が取り付けられ、 各座席のテーブルには、スイカシステムの利用方法の案内ステッカーが貼られている。客用ドアの室内側は、ステンレス無塗装仕上げとし、ドアガラスは、単板ガラスを、接着方式で固定するものである。サロイー233型3000番台には、沼津、伊藤、寿子側のデッキに、洋式トイレと洗面所を備え、サロイー232系3000番台の黒磯、 前橋側のデッキには乗務員室と業務用室を設置する。また業務用室には車内販売に対応させるため冷蔵庫やコーヒーメーカーなどが設置されている。これらの車両の冷房装置は出力2 3 3ットの au729 型を2台を搭載する。東海道線で女性のグリーンアテンダントへの暴行事件が多発したため乗降口と乗務員室。 業務用室前に防犯カメラが設置された。構図者初期編成の VVVF インバータ装置は先に落成していた0番台、1000番台に採用された三菱電機製の SC85K 系列とは異なり、日立製作所製の SC90 型が採用されている。MT 比は基本編成が六 m 四 t 付属編成が二 m 三 t であり、基本編成は 同様に運用される E231 系均衡タイプよりも電動車の量数が2両多くなっているが、軌道加速度は E231 系に合わせた時速 2.3kmS に設定されている。2011年度以降製造の編成は、新規に開発した日立製作所製の SC98 型が採用されており、SC90 型よりも大型軽量化及び、 信頼性の向上が図られている。また E231 系と本系列はシステムが異なるが、ティムズには E231 系と並結した際に、相互のインターフェースを図る並結読み替え機能が追加されている。台車は E233 系では初めて普通車を含む全車両に溶断波が設置された。保安装置は E231 系均衡タイプと同様に、 ATSP と東海旅客鉄道エリアへの入線に対応する速度小査機能付け ATS-SN を搭載する。編成構成その他 E231 系近郊タイプとは異なり、本番大区分では普通列車を含めすべて種別表示を行う。種別部分の背景色は、普通列車は緑色、通勤快速は紫色、快速、アクティ、ラビト、アーバン、 湘南新宿ライン快速は、朱色、特別快速は水色である。なお、湘南新宿ラインでの運用の場合は、行き先及び、路線名は朱色での表示となる。また、上野始発の宇都宮線下り運用の場合は、高崎線との五条防止のため、行き先及び路線名が緑色で表示される。e 2 3 1系では、緑色表示は、 行き先のみであったが、本系列では新たに、路線名も緑色で表示している。前面の LED 式表示器は通勤タイプと、同様に行き先表示も行い、たばん同様、種別、行き先と、種別、路線名を、交互表示している。ただし、宇都宮線、高崎線の上の行上り列車及び、宇都宮線の大宮行上り列車では、種別、路線名を表示せず、 種別、上野、種別、大宮のみ表示する。駅名対象表が E231 系近郊タイプと共通しているため、落成当初から湘南新宿ラインの行き先表示が入っており、また通常は運用されない新越本線の行き先表示も入っている。E231 系近郊タイプとの連結運転を考慮しているため、 本系列で唯一種別表示と行き先表示を別々に設定できない。上野東京ライン開業後は E231 系との並結運転も行っている。上野東京ライン運行開始前は、構図車は東海道線東京駅沼津駅間、高崎車は宇都宮線上野駅黒磯駅間、高崎線上越線高崎駅から新前橋駅間。 両毛線新前橋駅前橋駅間のみの運用で湘南新宿ラインや伊東線での運用はなかった。また、構図車初期編成は運用開始から2013年3月16日のダイヤ改正までの間 E217 系と共通運用となっていた。2015年3月16日の上野東京ライン開通後は E231 系とともに 車両運用の抜本的な見直しがされ、E231 系と共通運用となり、湘南新宿ラインにも進出。同時に E231 系との並結運転も開始された。2009年4月中旬から2010年3月上旬まで E217 系と共に E01 編成 E51 編成の基本編成1号車、付属編成15号車全面に、 東海道戦前通120周年新橋、神戸間1889.71と表記されたヘッドマークが装着された。京葉線を走行する5000番台、重量固定編成京葉線を走行する5000番台、6プラス4両分割編成京葉線、外房線、内房線、東金線向けの車両で、番台区分は5000番台となり、 京洋車両センターに配置されている。2010年7月1日より営業運転を開始し、本番台区分の投入により、京洋線で運用されていた201.205、京および209系500番台を置き換えた。当初計画では重量両固定編成21本、6両プラス4両分割編成4本の計250両が、 投入される予定であったが、最終的に落成した編成の内訳は重量固定編成20本、6両プラス4両分割編成4本、計240両と重量固定編成が1本、少なくなっている。本番大区分は全車両が2一車両製作所制となっている。なお、E331 系は置き換え対象に入っていない。 0番台から三千番台までの車両の使用を基本としているが、京葉線のラインカラーであるワインレッドの帯を配置し、205系で試験、導入された移動禁止システムを車両申請時に設置した。同線で運用していた201.205系の規則に合わせて、東京方戦闘車を1号車とし、蘇我方戦闘車を10号車としている。また、 同線の201系の置き換えも行うことから重量固定編成の他に6両プラス4両分割編成も投入した。なお、6両プラス4両分割編成は東京方の6両編成は1の6号車、4両編成は7から10号車として6.7号車間の先頭車には電気連結器を装備する。客室内装は千番台や二千番台に準拠したもので、 座席表地は青系色を採用した。ドアエンジンはリニアモーター駆動式である。車椅子スペースは重量固定編成の両先頭車と分割編成の重量蘇生時の両端先頭車に設置する。また、編成中の両端1号車と10号車ではすべての荷棚と吊り革高さを優先席と同様の高さとしている。3、4平機のスイッチが搭載されており、 外房線、内房線、東金線で長時間の停車となる際に使用する。本番台区分も、車内案内表示には17インチワイド、液晶ディスプレイによる案内表示を行うが、新たに、モバイルワイマックスを採用している。制御装置、補助電源装置、台車などの走行機器類はレバンダイとほぼ同一であり、軌道加速度は時速 2.5km、 S, S に設定されている。編成構成横浜線を走行する6000番台、横浜線向けの車両である。205系の置き換え用として28編成224両が順次投入された。6000番台の番台区分が使用され、鎌倉車両センターに配置されている。当初は2014年度の予定であったが、後に同年春に前倒しとなり2月16日から、 営業運転を開始した。それに先駆けて2014年2月2日には、小津区駅、町田駅において、車両展示会が行われた。H001 編成 H007 編成は、JR 東日本ニーズ車両製作所、H008 編成 H015 編成は、総合車両製作所ニーズ事業所、H016 編成 H028 編成は、 総合車両製作所横浜事業所で、それぞれ製造された。各副車体構造の採用による、定員数約1割増加や、6、扉車の連結なしの点は先に落成した7000番台と同様である。本番台区分では、横浜線活性化プロジェクトの一環として、JR 東日本の通勤用車両として、初めてオリジナルのロゴマークと、 駅スタンプが車両に掲出された。ロゴマークは、先頭車前面及び各車両の側面に掲出され、横浜線のラインカラーの緑色を基調としたものに、横浜線を表す横浜ライン、さらに横浜線沿線にある横浜市、相模原市、町頭市の,しの木であるけやきの葉をデザインしたものである。車外では例番台と比較して、 全面行き先表示の視認性を向上させたほか、全面下部にホーム検知センサーを搭載している。車内照明には7000番台に続いて LED 照明を採用している。座席モケットは横浜線、ラインカラーと同系色の緑色を採用しており、この配色は東神奈川駅で同一ホームに発着する京浜東北線との識別の意味合いも持たせている。また、 編成両端戦闘車はすべての荷棚と釣り革の高さを優先席と同じタイプの 50mm 低くした仕様とした保安装置は DATC ATSP 統合型車上装置を搭載しているこの装置は一台で DATC と ATSP の両方の機能を有しそれらの制御を同一の機器で行う車上装置である DATC と ATSP の切り替えは自動で行われるが、運転台右下の押しボタンにより、手動で切り替えることも可能である。編成構成編成と対応する、エキスタンプ6000番台は、全28編成が製造されたが、横浜線東神奈川駅八王子駅間20駅分と、京浜東北線、根岸線横浜駅磯子駅間7駅分に、 大船駅を加えると編成数と同じ28駅になることから、従来より各駅に用意されていた駅スタンプをあしらったステッカーが、全編成の先頭車の乗務員室より側面に、掲出された。なお、このステッカーは当初予定していた、最終編成の落成から1年間の掲出期間を経過したため、2015年度中に全編成とも、剥がされた。 最強線を走行する7000番台相鉄線内を、走行する7000番台最強線、川越線と乗り入れ先の東京臨海、高速鉄道臨海線、相模鉄道本線、相鉄新横浜線向けの車両で、番台区分は7000番台となり、川越車両センターに配置されている。2013年6月30日より、営業運転を開始した。本番台区分の入により、 同線で運用されている205系を順次置き換えた。これにより乗車可能定員数が205系と比較して140人増加し1564人になったことにより混雑が緩和され205系と比較して約7割の消費電力量で走行できるようになった。その後、2019年11月30日の総決、JR 直通線開業に向け 同年1月から7編成が増備された。なお、ハエ101編成からハエ121編成は JR 東日本新津車両製作所でハエ122編成以降は総合車両製作所横浜事業所でそれぞれ製造された。相鉄線内全線で走行可能となっており、ダイソー等で泉谷線や相鉄本線の西谷駅横浜駅に入線することもある。 相鉄、JR 直通線の大愛乗時には、品川駅や藤沢駅、JR 横浜駅への入線も考慮され、行き先表示も対応している。実際に、品川駅の入線や JR 横浜駅へ乗り入れたことがある。列車番号表示機の表示は2000番台と同様に、JR 線内が列車番号をすべて表示するのに対して、相鉄線内は、 運用番号である二桁の数字となり、羽沢横浜国大駅で切り替える。本番大区分では、拡幅車体構造の採用によって、205系よりも定員が約1割増加したため、6、扉車は連結していない。屋根上では従来設置されていた、ラジオ受信アンテナの設置が省略されている。 また、戦闘車の冷房装置後くらいよりの屋根上には区配232系7000番台では YMAX アンテナの設置、区配233型7000番台では2基分のアンテナが準備工事されているほか、両形式とも冷房装置全員よりに2基分のアンテナが準備工事されている。車内照明には従来の蛍光灯に代わり LED 照明を採用しており、 消費電力を約40%削減している。座席モケットは、ラインカラーと同型色の緑色を採用しており、この配色は、大崎駅新宿駅間で、同一ホームで発着する湘南新宿ラインとの、識別の意味合いも持たせている。また、地漢対策として、東京臨海高速鉄道70-000型や、かつて使用されていた二百五系と同様、一号車に、 防犯カメラを4台設置した。2019年に増備された7編成は、新生児から各車両のドア上 LCD 横に4箇所ずつ、千鳥状に設置された。ハエ101、ハエ131編成の2号車10号車は、後に LED 照明横に防犯カメラを設置した。このほか女性専用車両となる10号車のすべての2棚と、吊り革の高さを、 優先席と同じタイプの 50mm 低くした、仕様とした。また、車内案内表示装置の液晶モニターのデザインが変わり、東京メトロ16000系などと同様に、アニメーション表示がある。機器面では、補助電源装置が2000番台と同様の東洋、電気製造製、SC91 型が採用されているほか、空気圧縮機が E657 系と同様のものが、 採用されている。また、床下非常はしごの形状が変更された。保安装置は偽装作業の簡略化のため a t c 6と ATSP を統合した a t c p 統合型車上装置を搭載した。この装置は一台で a t c 6と ATSP の両方の機能を有し、それらの制御を同一の機器で行う車上装置である。a t c と ATSP の切り替えは自動で行われたが、運転台右下の押しボタンにより、手動で切り替えることも可能となっていた。なお、2017年11月4日から最強線の大宮駅池袋間に ATACS が導入されることになり、ATC-P 統合型車上装置は一部基板の追加、ソフトウェア変更、無線装置搭載の工事を行うことで、 ATAX 機能が使用できるように回収された。車両側に搭載する具体的な車上装置は以下の通りである。ATACS への対応後は保安装置が切り替えられると ATS ベルが鳴った後にに切り替わりました。というアナウンスが2回される。また保安装置が ATSP から ATACS に切り替わった際は前期のアナウンスがされた後に停車パターンを確認してください。 停車パターンはです。ともアナウンスされる。205系の LED 表示器では、川越線内装工時に、最強線、行き先、臨海線直通電車は、臨海線直通、新木場、臨海線から最強線に直通する電車は、最強線直通、行き先と表示していた。本系列では、それぞれの線内運転の場合は、最強、川越線、最強線、 川越線、臨海線が表示される。最強線と臨海線を直通する電車においては二段表示となっており、臨海線直通電車は、最強線が、上段、臨海線直通が下段に表示される。逆に臨海線から最強線に直通する電車は、臨海線が、上段、最強線直通が下段に表示される。2019年11月30日より、 相鉄線との直通運転が開始されたが、相鉄線直通電車についても二段表示となっており、最強線が上段、相鉄線直通が下段に表示される。ただし、大崎駅以南については一段表示となり、相鉄線直通表示のみとなる。また、同時に、相鉄線内の種別案内を行い、相鉄線内の表示を行う。 逆に相鉄線から最強線直通電車については、相鉄線内は川越線直通電車も含めて JR 最強線直通と表示される。羽沢横浜国内駅大崎駅については、最強、川越、線直通の表示を行い、新宿駅発着の列車を含めて最強線内と表示される。相鉄線内で自社路線名は表示しない。 フルカラー LED の種別の色は、通勤快速がピンク、快速が青、各駅停車が緑である。相鉄線内で使用する種別は、特急がオレンジ、確定が灰色を使用するが、JR 線に直通する電車については全て無事に、種別名を緑字としたものが使用される。その他にも定期運用はないものの相鉄線内の種別として、設定されている、急行。 快速、通勤特急、通勤急行が用意されている。なお、通勤快速、快速と相鉄線内の確定以外の種別については、始発駅停車時に自停車駅の代わりに、全停車駅を表示するが、表示方法は5000番台以前の、この電車の停車駅は、に止まりますに代わり、停車駅、です。と、表記が変更された。編成構成8000番台。 N4 編成南部線向けの車両で、同線で使用されていた205系と209系の置き換え用として35編成210両が中原電車区に順次投入された。バンダイ区分は8000バンダイとし、全車両が総合車両製作所ニーツ事業所で製造され、2014年10月4日から営業運転を開始した。外観では、先頭車の乗務員室扉直後に、 南部線が、町と町、人と人をつなぎ、明るく弾む伸びゆく沿線をイメージする、ロゴマークが貼り付けられたほか、同じく先頭車側面のラインカラータイプには、沿線の街並みをイメージしたロゴを配置した。左からミューザ川崎、武蔵小杉の高層ビル群、轟アリーナ、先属学園音楽大学、玉川、読売ランドの観覧車、一橋大学、玉都市モノレール、 立川駅北口のアーチ、立川ルミヌをイメージしたもの。車体側面の左右の帯で建物の並びが逆になっている。本番台区分では千番台以降搭載していた床下への子搭載はなく、非常時には乗務員室内の子付け補助腰掛けを使用する。屋根町では、降雪時における雪下ろし作業の安全性向上のため、 モハいい233型パンタグラフ付近の屋根の側扉上部に U 字型の安全対クを新設した。客室はこれまでの投入分とほぼ同じであるが座席せずりの表地は南部線をイメージした黄色系となっている。車内照明には7000番台、6000番台に続き LED 照明が採用されている。乗務員室では異常時における乗客への案内用に 乗務員へ配備されているタブレット端末の充電用として、運転使用の時刻表雑誌と運転台防護、無線操作機株に充電用コンセントを新設しており、女子側には人身事故時の輸送障害低減を目的とした運転台前方カメラとその記録装置が設置されている。8500番台0番台から転用された8500番台。 N36 編成8000番台の投入完了後も 209K は1編成が残されていたがこの置き換えに際しては0番台からの転用でまかなわれることになり青670編成に8000番台の仕様と同等の改造を行い8500番台に改版編成番号も8000番台の続番となる N36 編成としたこの編成は 等急車両製造で製造されている。0番台からの転用であるため、行き先表示器がそのままで、列車番号表示器が0番台と同じ位置にあることや、半自動扉のスイッチが残されているなど、8000番台とは、仕様が異なる。また、区配 E232 型は、電気連結器が損置されており、車椅子スペースは、非設置である。路線名を表示しているときは、 下記の通り違いが出るが、行き先表示時と、側面表示に違いはなく漢字表記となる。2017年3月15日より、営業運転を開始した。導入当初、ドア上のモニターは霊番台の重量比率4、3の15インチから、16、9の17インチのものに置き換えられていたが、座席と照明は霊番台時代のものをそのまま、使用していた。その後、 座席は2018年内に0番台のオレンジ基調のものから8000番台の黄色基調のものに取り替えられ、照明も2019年1月に従来の蛍光灯から乗務員室のものも含めすべて LED 照明に取り替えられた。編成構成本系列3217両の導入によって201系750両203、 1> 計170両205計900両207計900番台10 20両209、計836両、e、211計460両、E217 計30両がそれぞれ置き換えられた。内訳は10両固定編成227本と8両、固定編成28本と6両固定編成36本と、6プラス4両編成21本と5両。 固定編成37本及び大目線、五日一線区間運用の6両編成10本と4両編成8本となっている。2007年4月2日より、社内の液晶ディスプレイで、日テレニュース24のヘッドラインニュースが視聴できるようになった。1分程度のものが放送され、1日4回ほど更新される。また、TBS ニュースバードが視聴できる編成もある。現在は、 日テレニュース24は撤退し、NHK ニュースが視聴できる編成と TBS ニュースバードの編成となった。駅名などが表示される、液晶画面は、例番台では、大きさ、デザインともに E231K500 番台、E331K タイプのものを踏襲しているが、新たに時刻が表示されるようになった。一方、1000番台以降からは17インチの、 横長タイプの画面が採用されている。表示内容のデザインは1000番台では0番台に類似したものとなっているが2000番台、5000番台、6000番台、8000番台では従来と大きく異なるものが新たに採用された。また7000番台のみアニメーション表示のデザインが採用されている。 0番台692両1000番台820両2000番台190両3000番台5125両5000番台2百4 0両7000番台380両6000番台2二2 4両8000番台2110両8500番台6両を合計すると 在籍数は3287両となり E231 系の2628両を上回って JR グループで同一系列の最多配置量数となる見込みである。また製造数としても民営化後の JR グループでは最大となり国鉄時代を含めると103系の3447両に次ぐ2位である。2015年5月から ドアステッカーの更新が進められ、中、外両側張りのタイプから中張りのタイプに順次、変更された。ありがとうございます。